2045年、日本の郊外にある静かな町、緑ヶ丘。かつては希望に満ちていた太陽光発電所が、今では町の悩みの種となっていた。太陽の光を浴びて輝くパネルの海は、一見美しく環境に優しいように見えた。しかしその裏側には危険が潜んでいた。町長の佐藤美咲は、窓から広大な太陽光発電所を見つめながら深いため息をついた。日中は常に電力を生成しているんです。高電圧、高電流、火災のリスクは常にありますと彼女は訪問してきた記者に語った。その言葉を裏付けるかのように、昨年の夏、発電所で大規模な火災が発生。消防士たちは通電し続けるパネルに苦戦を強いられた。感電のリスクが高く消火活動が難しかったと当時の消防署長は振り返る。環境保護団体の代表田中啓太は別の問題を指摘する。この大規模な発電所は地域の生態系を破壊しています。野鳥の渡りのルートが変わり、地域固有の植物が減少しています。さらに廃棄の問題も浮上していた。パネルには鉛やカドミウムなどの有害物質が含まれています。適切に処理しないと深刻な環境汚染を引き起こす可能性がありますと、リサイクル技術者の山田優子は警告する。そしてリサイクルそのものも課題だった。パネルは複数の材料で構成されており、分離リサイクルが技術的に難しくコストがかかりますと山田は続けた。これらの問題に直面する中、政府は画期的な政策を打ち出した。ソーラーイノベーション税の導入である。この政策は太陽光パネル1枚ごとに少額の税金を課し、その税収を技術開発に充てるというものだ。この税金により安全性の向上、環境への影響軽減、そしてリサイクル技術の革新を進めることができますと、経済産業省の高橋次郎次官は語る。短期的には負担増となりますが、長期的には持続可能なクリーンエネルギーの実現につながるのです。すでにこの政策の効果は現れ始めている。新たに開発されたエコセーフパネルは火災リスクを大幅に低減し、有害物質を含まない素材で作られている。また AI を活用したスマートリサイクルシステムにより、パネルの分離リサイクルの効率が飛躍的に向上した。緑ヶ丘の人々の表情にも少しずつ希望の光が戻りつつある。課題は山積みですが、一つずつ解決していけば本当の意味でクリーンな未来が築けると信じています、と佐藤町長は力強く語った。太陽光発電は新たな変革の時代を迎えようとしていた。この象徴だけど知らない影の顔。おかしいと思わない、この矛盾した世界。パネル一枚ごとに税金をかけたら未来のためになる。考えてみよう。政治家よ耳を傾けて、この声を聞いて、法律を作って環境と経済両立させる道を。太陽の光浴びて考える未来、クリーンエネルギーの本当の姿をみんなで探そう、明日のために。
潤した世界パネル一枚ごとに税金をかけたら未来のためになる考えてみよう過去へ消えてくおかしいと思わないこの矛盾した世界パネル一枚ごとに税金をかけたら未来のためになる考えてみよう太陽の光